厚家よ、そろそろ一息入れるが賢明ではないか。騎兵は決して侮れぬぞ。浅井氏の迅速なる討伐、それが信長様の命令。身を休めろとは命じられていない。ん？申し上げます。現在の我が軍には応戦する兵力もございませぬ。援軍だ、援軍を呼べ。織田信長はいないか。向かってくる。援軍はまだか。もう抑えきれぬ。私のもとに敗された、それを不運と思う。終わりへ届け、明智様金星黒のろし。このままじゃ敵に援軍が。早く火元を立たないと。あなたがいくらあがこうとも織田の外科に変わりはない。さすがは明智様だよな。きっとこうなることを見越して勝家様に持たせたんだぜ。先遣隊の到着です。助かった。九死に一生とはこのことよ。よし、急ぎ体勢を立て直すのだ。消し止められただと。勝家、早く黄泉の申しを出さんか。主人か。これだけ立てば必ずや。本体を覚えてくれよ。将の一人や二人抜けようと、最強は織田に違いなし。私相手の威勢など見る影もなしか。ついてる。官兵衛さん、今のあんたはついてるよ。こいつが秀吉も恐れた頭脳ってやつだ。あなたも所詮はセミだ。土蜘蛛の巣であがるセミ。主人か。いつかこの刃にもつくもがる。宿るのだろうか。闘技隊の到着です。岩尾のごとき肉体に恐れるものなどなし。抵抗か、形だけでもしておくべきか。これにてのろしも打ち止めか。なぜもっと多く預かっておかなんだ勝家。これも私の不徳がゆえ申し訳ございません。私に尽くす必要などない。逃げるつもりなら私はただ目をつぶる。砂だ、砂をかぶせ。今以上の煙を高めては命取りよ。あんなの防げたら苦労しねえよ。あれだけ暴れてもびくともしねえ。なんて頑丈な手かせだ。この陣はもうダメだ。一旦引かれると総崩れだぞ。終わりますよ、柴田勝家。この名乗りですら恐れよう。もうすぐだ、きっともうすぐ本体も。くそ、ふっ、鬱憤を晴らしてるだけだよ。我が生涯、俺修羅場なり。土ぼこりを払えば結構男前なんだぜ、あの人。無鉄砲と惑うのを止めはしないが、無意に蹴散らされるだけの未来を望むとはな。なんぞより俺の方が強いはずなんだ。前抜きってのは最強だぜ。勘弁さんがいいレーサー。
予想以上の出来に悪い予感ね。墓穴掘っても掘り抜けて突き抜けたなら勘兵衛さんの勝ち。てなもんよ。人には見えてんのさ、お前ら一人一人の動きがな。お約束だ。ほとんど不利。よく見てろよ。おいっと。不運とか、おっちょこちょいなんだよ。あの人。命は大事。そう教わらなかったのか、お前さん。見えぬのか、この惨状が貴様には見えぬというのか。鬼か天狗か、いずれにせよ魔王には及ぶまい。こんな順調にいくとは思わなかったな。寄せられたシワをもハムが宿敵か。永遠の穴蔵にゃまだ住みたくないぞ。守るのだ。元よりそれが武士の習わし。お約束だ。耐えるのだ。バケチ殿ならばきっと挽回の策を講じてくれる。あなたもかつてはさぞでは恵まれているのだろう。いや、失恋だった。忘れてくれ。その門はあなたにとっての獄門となるだろう。熱い絵よ。貴様は一体何を考えている。こう焦って固執するな。相手方の思うつもぞ。寝かせとった勘兵衛さんを見てみたいね。長生を恨んでくれるな。上官を恨めよ。掘りで備わった組織力、見せてやれ。お前さんたち。おうよ。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに。なぜ私が動かなかったかだと。死にゆく味方を助けろと命じられていないがゆえに。運比べなら小生もちょっとしたもんだ。なぜあなたは平然と息をしていられるのだ。小生の秘めたる力の片鱗。
の一部見たか。酒場なりなど邪道の獲物、やつにはふさわしかろう。これはだった。誰のとは聞いていない。何より、私はチリアクタのまま終わりたくはない。行かないでくれ。私はお前たちが欲しかった。一緒に晴らすんじゃ。王政に負けるとはよっぽど月がなかったなかった。いや、小生は月を使い切ってしまったのか。また戦場に出ちまった。一体全体どうなっちまってんだ。なんかどえらいことが起っ始まったらしいな。半兵衛さん、どうする。無論このまま地中を掘り進む。エッサホイサとな。そうか。でもどこまで行くんだ。というか逃げてるんだっけ俺たち。逃げるだ。おいおい、バカを言っちゃいかんよ。これは小生のれっきとした策略だ。策略？どういうことだ、官兵衛さん。そのうちわかる。今は小生を信じて掘って掘って掘りまくれ。行った柴田軍が石田軍に襲われてます。変えることなど叶わぬ。この手で掴んで変えた。私の、俺の運命。近海に巨大な影を確認。